サイラス・シルベスター・フレデリック・クリスティは、イングランド・ウェスト・ミッドランズ州コベントリー出身のプロサッカー選手。アイルランド代表、ノッティンガム・フォレスト FC 所属。ポジションはディフェンダー。地元クラブのコベントリーシティ FC で育成され、2010年8月10日のモアカム FC 戦でトップチームデビュー。2011年1月。 カンファレンスのオースに所属していたナニートンタウン FC にレンタル移籍したが5試合に出場したところで呼び戻された。2月、ヒンクリー・ユナイテッド FC にレンタル移籍8試合に出場した。2014年7月10日、ダービー・カウンティ FC に3年契約で移籍。コベントリーとの契約は満了していたが、ダービー・カウンティが育成費用を支払うことで合意していた。 8月9日のロザラムユナイテッド FC 戦で移籍後初出場。ジェフ・ヘンドリックの決勝ゴールをアシストし1から0の勝利に貢献した。2016年2月20日のブレントフォード FC 戦で移籍後初ゴール。2017年7月7日、チームメイトのジョニー・ハウソンと共にミドルズ・ブラ FC に移籍。2018年1月31日、フラム FC に移籍。 2020年9月18日、ノッティンガムフォレスト FC に1シーズンレンタル移籍。クリスティ自身はイングランドで生まれ育ったが、祖母がダブリン出身のためアイルランド代表を選択する権利も有していた。2014年10月、アイルランド代表監督のマーティン・オニールはクリスティを代表に招集する意向を明らかにした。11月10日、UEFA ユーロ2016予選。 スコットランド代表戦及びアメリカ代表との親善試合に向けたメンバーに選ばれた。2014年11月18日、アビバスタジアムで開催されたアメリカ代表戦で初キャップを記録。出場2試合目のジブラルタル代表戦で初ゴール。ありがとうございます。